ジーン、エティエン・ゲッタード、ジャン・エティエンヌ・ゲタールは、フランスの博物学者、鉱物学者である、エタンプで生まれた。母方の祖父のフランソワ・デクラインは、薬剤師で、アマチュア植物学者で、ベルナールド・ジュシューの友人であった人物で、ゲタールは、祖父の影響を受けた。パリで医学を学び、1741年に学位を、得た。1741年から博物学者、 ルネレオ・ミュールの収集した科学コレクションの学芸員として働き、鉱物学の研究の方法などを学んだ。1742年にパリの医学部のメンバーとなった。オルレアン公ルイド・ブルボン・オルレアンのもとで働き、博物学コレクションと整理のために働いた。ルイド・ブルボン・オルレアンの没後も息子のルイ・フィリップ一世のもとでその仕事を続けた。フランス各地、オランダ、イタリア、 スイス、ポーランドの調査を行ううちに、地質学に興味を持ち、1780年に、モネラと、フランス最初の地質図アトラスイディスクリプション、ミノラリジックでラ・フランスを発表し、地質学、鉱物学の功績を挙げた。また以前から、ラボアジエ家と親交があり、当時大学生だったアントワーヌ・ラボアジエの死の一人として、彼と共にアルザス・ロレーヌを探検している。彗星説と、 火星説の間の玄武岩の生因についての論争に参加した一人で、はじめ水星説を指示したが、イタリアなどでの調査から火星説に転じた。リンデによってアカネカの植物の俗名、ゲッターダに命名された。ゲットは植物の学名で命名者を示す場合にジャンエティエンヌ、ゲタールを示すのに使われる。ありがとうございます。